皆さん、はじめまして、よい風景と申します。世間伝説3、実況プレイやりまーす。このゲームをね、ちょっと最高飛ばしますね。はいはいはい。いやー、つい最近つい最近これをね、実況しようかなって思ったんですよ。これまでね、RPG ね、いくつかやってるんですけど、例えばね、ロマサガ2とか、ロマンシングサガ2、あとは、新女神転生3とかやったんですけどね。どちらもね、相当やり込んだし、何度も何度もクリアしてるんですよ。で、何を隠そう、このゲームね、多分俺発売日ぐらいに買って、で、それから結構プレイしたんですよね。結構何度も冒険出たんですよ、これ。なんですけど、なんとね、お恥ずかしいことにね、一度もクリアしたことないんですよ。ロマサガ2クリアできて、これはクリアできないってナンセンスの話なんですけど、っていうのもこれ、簡単なゲームですからね。ステレオモノラルってあるけど、どっちがいいかな。俺、モノラルの環境でやってるんで、モノラルでやらせていただきます。で、これね、ほんとつい先思い立って、で、これ注文したんですよ、ネットで。なんで、これ初めて起動するっていうか、データありますね。結構やってますね。レベル51。なんか終盤だな。やってますね。前の持ち主さん。無論ニューゲームでやりますよ。でね、だいたいどんなプレイにするか、どういう動画にしたいかなっていうのをなんとなく決めてきました。まず主人公はね、これアンジェルにしてます。この人をね、魔法使いなんですけどね。で、二人目はね、順番はいいか。順番は何でもいいや。シャルロットにします。実はこれシャルロットね、この人はクレリックって書いてありますからね、回復系の人なんですけど、これ入れるの初めてです。一度も入れたことないです、こいつ。で、回復は何だっけ、アイテム使えばいいじゃないかっていう主義だったんで。で、三人目、リース。この子一番人気なんですよね、このゲームで。まあ、だからってわけじゃないですけど、全部女の子でいきます。で、ささやかなながらね、縛りを入れたいと思います。まあ、おいおい話していきますね。で、あと、この世界をね、堪能できるように実況していきたいですね。そういう、なんていうか、動画にしたいな。まあ、割と、なんていうか、そんなガチガチの縛りでもないしね。読んでった方がいいのかな。魔法王国アルテナ、国家の地にありながら、断りの女王の魔法の力によって、温暖な気候が保たれている。しかし、マナの減少に伴い、魔法の力が次第に弱まり、周囲から少しずつ、氷と寒さが城内へと侵入し始めている。諸君、知っての通り、世界から魔法の源であるマナの力が消えつつある。我が魔法王国アルテナにとって国家の存亡にかかる一大事だ。だが、このまま黙って滅亡を待つわけにはいかない。そこで禁断のマナの聖域への扉を開き、伝説のマナの剣を入手するのだ。静かに。伝説ではマナの聖域への扉はアルテナをはじめ各地に点在しているマナストーンを操作することに現れるという。マナストーンは他国でも厳重な監視下に置かれているはずだ。当然他国からの猛烈な抵抗が予想される。全力を挙げて各国のマナストーンを占領せねばならない。マナの剣を我が断りの女王に捧げ、魔法によって世界を統一し魔法帝国を築くのだ。バンザーイ、アルテナバンザーイ。なんだこれ。女の子のセリフ読むって結構微妙だよね。ねえねえ、ほせほせってば。はいはい、大きな声でなくても聞こえております。こう見えましてもジーはその昔アルテナにその人ありと言われた大魔法使いとして。ストップ、戦の武勇伝はもう聞き飽きたわ。それよりもほら、昨日の続きを教えてよ。
法は格好だけ真似れば誰にでも使えるというものではないのですじゃ。姫様が未だに魔法を使えないのは格好ばかり気にして肝心の心が伴ってないから。なんだ、説教ならたくさんよ。朗読どうするべきなんですかね。やっておくべきかどうか結構迷ってるんですけど、てかもう動けるですね。はいはい、今 Y ボタン押してるんですけど、 Y ボタンでメニューか。ね、ちょっと待ってください。まあ、装備とか見られるらしいですね。で、このゲームやるのは何年ぶりかって話だからな。ちょっとボタンのね、動かし方っていうかね、まあどんなゲームや、あ、なるほど、 B ボタンで出しようか。ビクター、ビクター、魔法の勉強終わったんですか。途中で逃げ出されると後でホセ G の愚痴を聞かされるのはいつもこの僕なんですからね。勘弁してくださいよ。アンジェラ、魔法王国アルテナの王女。父のいないアンジェラは幼い頃から女王である母親に叱られたり抱きしめられたりしたこともなく、女王の立場でしか接してくれない母をとても寂しく思っていた。子供心に母は女王として大変責務を果たしているからだと自分自身に言い聞かせてきたが、寂しくて涙が止まらぬこともあった。母の愛情に飢えていたアンジェラはその反動でよく派手ないたずらやわがままを言っては周りの者を困らせていた。そんなアンジェラも成長し、母の断りの女王に似て誰もが認める美しさを備えていたが、王女であるにもかかわらず、未だに魔法を使いこなすことができずに、思い悩んでいた。と、まあね、このゲームね、すごいキャラ立ってるんですよね。本当にね。なんかキャラゲーだとかいう風に言われることもありますよね。あれ、また。ついつい。いやー、なんかね、試練のやりすぎでね、つい Y ボタン押しちゃうんですよ。ここは、アルテナ。城全体を温めている高麗室、あの炎は心の内王様の魔力によって灯されています。でもご覧ください、炎があんなに小さく。やっぱり朗読してた方がいいのかな。炎が今にも消えそうに細々と燃えている。なるほどね、薪はないのか。薪は何でもね、テクノロジーに頼るってのは良くないですよね。本当にね、エコのためにはいいかもしれない。CO2 出んのかな、魔法で火を灯すと。どうなんだろう。はいはい。寒さで花が枯れ始めています。女王様は風邪も引きになったのでしょうか。マナね。マナっていうのは文化人類学の用語ですよね。なんか物に宿る、なんていうかエネルギーみたいな、なんかそういうものみたいですよ。あれ、ここ、来たっけ。いや、じゃあ戻ろう戻ろう。基本的にじゃあ朗読してった方がいいのかな。なんかあんまりね、朗読はしたくないかなっていう感じのゲームであるんですよね、なんとなく。はいはい、ゆくてあくすましてました。ここまで行けばいいのかな。こっちは外かな、もしかして。そんなこともないか。なんだ。はいはい、戻りください。なんか来る方向間違ってる、もしかして。あれ、アンジェラ王女、こたびの女王様のご命令でここはしばらくの間閉じております。通れないと。どこ行けばいいんでしょうね。なんかさっきは庭みたいなとこ行けばいいかな。だけどね、全く地理分かってないんですよ。お、マンホールトップ、やった。そうそう、縛りか。クラスチェンジを縛ろうかなと思います。初期クラスでやっていこうかな。まあ、そのようにガチガチの縛りをね、作らなくてもね、いいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど。なんだ、早くうなされてるんだけど。グレンの魔導士とのみある兵士たちの訓練が、最近特に激
らしくなって怪我人も出ています。戦が近いようですね。グレンの魔導士殿はますます魔力を上げている。今や小鳥の女王様に並ぶほどの魔力を身につけたのではないでしょうか。お、いたいた。はいはい。小鳥の女王様とグレンの魔導士殿がお呼びですよ。僕は先に先の中庭でお待ちしてますから。中庭にどうやって行けばいいの。中庭こっちかな。左はなんか通れなそうだったけども。で、ここアルテナと東の港町雪の都エルランドの間の冥下の雪原に、雪原にいいんだよね。最近モンスターが異常発生していて荷物がなかなか届かないんです。で、中庭ってどうやって行けばいいんだろう。密談してるぞ。気をつけください。今兵士たちが魔法の特訓をしておりますので。おお、マジックシールド。アンジェラもあのなんていうか魔法使いなんですよね。だから魔法使いを主人公にするっていうのはあの、まあ、出だしがちょっと厳しいかもしれないですけど、まあすぐ仲間入るしな。で、中庭ってどこよ。本当にマップとか出せないのかな。セレクトボタンか。これが倉庫か。ちょっと待って。マップとか出ないのかな。あ、しまった。また押しちまった。試練のやりすぎでね。これ、ボタン配置を変えられないかな。ちょっと見てみるか。3配置、R じゃないか。ちょっと待って、どうやって変えればいい。 A ボタンで変えられるリングコマンド、X メニュー画面 Y ボタン、操作オンオフ、あ、これかこれか。はいはい。取り消しが B ボタンだってな。これを Y ボタンにしたい。で、攻撃決定、これ B ボタンにしたいな。で、メニュー画面が A ボタン、リングコマンドが X ボタン。よし、じゃあこれにしよう。ボタン、これでいいのかな。よし、じゃあ、よし、よかったよかった。これで試練と一緒だ。試練っていうか、あの試練2ね。あのスーファミのやつじゃなくて、これセーブしちゃおう。ここもセーブしちゃおう。よーし。いいぞ。あの、アスカの実況ね、今ちょっと止まってるんですけど、フラの試練ガイデン、アスカ、剣山か。あれも一緒なんですよね。こういう配置。あ、来た来た。中庭この辺だろ。中庭に行けばいいんだっけ？どこ行けばいいんだっけ？はい、一見の間みたいなのもあるのかな。ここ来たよね。どこ？地理がわからんぞ。お、こいつか。姫様大変ですよ。女王様がいよいよ海の向こうの草原の国フォルセナに侵攻を開始するらしいです。さあ女王様のところ。不穏な空気ですが話が進むかな。あれ、なんかついてくるし。アンジェラスもお通りください。